どういうことでしょうか。どうも、はじめです。いやー、怒ってますよ。キャンプ行けませんでした。がっちり風邪ひいちゃいまして、まあ今もちょっとこんな感じなんですけど、今週末にキャンプに行く予定だったんです。キャンプサイトも予約して、結構2週間前ぐらいから楽しみにしてて、こんな動画も撮ろうかな、こんなのもいいなみたいな、これしちゃおうかなみたいなね、いろいろ計画してて、先週末海行って体力を使いすぎたんでしょうね。で結構波もでかくて、もう顔からドーンと落ちて鼻グーンいかれて、ここの鼻の三半規管的なところがね結構やられちゃって、でそっからなんか鼻が詰まったりちょっと喉が痛くなったりして、で結局ねがっちり風邪をひきました。38度ぐらい熱いきました。でそれでまあキャンプ場行こうと思ってたんですけど、なんか結構暑いし体力も使うじゃないですか、特にバナゴンだしね。で楽しめないなと思ってキャンセルしました。今日は飲もう。で、まあ、実際天気も悪かったし、まあキャンセルしてよかったのかなみたいな、そういう感じだったんですけどね。いろんなね食材も買ってたんですよ。なんで、まあ、キャンプでやろうと思ってた企画みたいなのをこの公園でやろうかと思います。公園キャンプルーティング。さあ今日はですね、何をするかと申しますと、こちらビッグマックですね。昨日買ったビッグマック、冷めてる、冷たい。このビッグマックをこのホットサンドメーカー、これを使って再生していこうと。もうこれを最強の津波にしてっちゃおうって話、今日は。くっ、もう冷えたビッグバッグなんか食えたもんじゃないよ。熱い魂をね注入していこうかと思います。これでいいおつまみになるんじゃないですか、っていうのをキャンプでやりたかったなと思って。めっちゃ天気悪いし、ちょっと雨降ってきてるし今。 OK、 いっちゃおう。まずは油をね、ここにビッグマックドン。いける、これ大丈夫で、ちょっとこれ出してポテト1個、ポテトさっきちょっと食っちゃったんだよね。ポテトも入れて、ここにチーズ、カロリーを足していこう。しっかりカロリーを足していこう。やば、絶対うまいやん。もうちょっといこうね。あーやばい、最高だ。そしてこれよ、これ、この謎のビッグマックソース的なやつ、バーガーソース、これも足しちゃおうね。で再度ハンバーガー乗せます。これをプレス。うん、ちょっと待って、ちょっと待って、いけるね、いける、いけたね。 OK で、これで火をつける。うわめっちゃうまい、絶対うまいやんこんなの。あやばいやばい、大変なことになってる。チーズが溢れてきてる、最高だ。おっとっとっと、油が。うわー、これは危ない。絶対うまいやつ。うわうわうわ、めっちゃいい感じになってきた。
いやもうこれだけでビール飲めるでしょう。ビールいけちゃうでしょこれだけで。はいできた、はいできた、いきます、オープンしちゃいます、いきます、オープン。うわーやばい、くー、あーとこの溢れるチーズ、うわ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 、ちょっとやばいね、よいしょ。ビッグマックじゃないね、なんだろうこれ。でも魂がこもった、ここに魂が宿りました。カリフォルニア、ムーブ・ザ・ライト。やばいね、最近ねこのクアーズライトにハマってます。このスーパーゲートビール、このねクアーズライトがまあ水、あれポカリ飲んでるぐらいのこの吸収力、体にもうスッと入ってくる。アルコール度数はね 4.2% なんだっけな、ほろ酔いレベルです、うん、だけで、わあっち、あっちあっちあっち、これいただきたいと思います。いやそう、ちょっと焦げちゃったね、いただきます。レギュラービッグマックに何だろう、ただカロリーが乗った感じ、カロリーといううまみが乗った、神が宿った感じです。うめえこれ。最高だ、キャンプ行かなくてよかった。いや違う違う違う、キャンプに行きたかったの俺は。だつまりは料理は一手間ってこと、まあ、ビッグマックそのものも美味しいけど、さらにそこに何かをすればよりもう2倍にも3倍にもなるわけよ。だからシチュエーションかもしれないし、だから温めるだけかもしれない、そこに友達がいるかもしれない、家族がいるだけかもしれない、もうその一手間がより人生を幸せにする、そういうことでいいですか。ありがとう。昨日のビッグマック、冷えたビッグマックを再生してみたという動画でした。いかがだったでしょうか。もう最高ですね、やっぱね暖かいってことは大事、うん、キャンプ行きたかったなっていうか、キャンプ行きたかった、うん、ちょっと本当に調子が悪かったんでマジで諦めました。この夏のキャンプ、この日のためにクーラーとかさ、なんか大容量バッテリーっていうんですか、前の動画出したね飯野さんがからいただいたあれとかで、ね、準備して、よっしゃこれで夏のキャンプ行けるぜって思ってね、いろいろ準備してたんですが、まさかの普通に風邪をひくっていうね、強固突破もできたんでしょうけど、ちょっとやめときました。あんまりこの風邪に慣れてないんで、普段健康な人なんでちょっと心が折れてしまいました。はい、だけどまた夏キャンプは来年ですかね、行きたいと思いますんで、これからね逆にこう冬とかね、あのキャンプ取れやすくなるんで、その予約とかあんまり冬行きたい人いないと思うんで、まあ、そういうねとか冬キャンプも行けたらなーなんて思ってます。私にもでっかい大容量バッテリーがありますんで、日
ヒーターもいけますんで、楽しみですね。まあ、そういう動画もね、ぜひ皆さん楽しみにしておいてください。はい。というわけで本日は以上となります。ありがとうございました。この動画良かったね。美味しそうだね。俺もビッグマック今から買いに行こうって人はね、ぜひマクドナルドボタンをぜひよろしくお願いします。バットボタンいらないでチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。バイバイ。Thank you for watching. Make sure to hit that subscribe button. Follow Pajime on Twitter and Instagram. And we hope to see you back again soon. ビールがない。